三輪自動車、三輪自動車、三輪自動車とは、車輪が三つ存在し、それを用いて走行する自動車。車輪のレイアウトは、前輪一輪がソー用で、後輪二輪が駆動用、または、前輪二輪がソー用で、後輪一輪が駆動用、あるいは、前輪二輪が駆動用で、後輪一輪がソー用、前輪一輪が駆動とソーををね後輪二輪。 などといった組み合わせである。全一輪後二輪のものは斜め前に引く力に弱い。特に旋回中にブレーキを使った場合、制動による完成力と遠心力の合成により斜め前に力が働き、全一輪では横方向に踏ん張りが効かず内側後輪がち上がる。多くはハンドルとブレーキを戻せば避けられるが、ハンドルを切りパニックブレーキをかけることで、 より回転が増しを転する。全二輪後一輪のものは、後一輪では、全二輪に比べグリップ力が小さいものが多く、旋回時にリアが滑りやすい、いわゆるオーバーステア。一般に走行機構の構造が簡易で、静止状態でも安定を保てる最低限のレイアウトである、三輪自動車は自動車の黎明期から存在していた。 史上初の自動車と言われる急尿の放射1769年も史上初のガソリンエンジン自動車の一台であるカール・ベンツによるベンツパテント元オトル・バーゲンも1886年も共に全員一輪の三輪車であるその後オートバイのメカニズムの沿用によってサイドカーやトライクといった軽便な三輪自動車が作られるようになったこの種の車両は 二十世紀初頭から世界各国で自然発生的に出現している。日本でも王と三輪は第一次世界大戦後に発生し、当時の国情に合致したことから独特の発展を遂げ、世界的に類を見ない形態に進化した。さらに後の四輪自動車主流の時代になると、自動車税や免許制度の優遇教示を目的に、あえて三輪車にしたものが出現した。 第二次世界大戦後のヨーロッパで多く見られた車種や、イギリスで2000年代初めまで現行車種が存在していたミワ乗用車は、これに属する。モータリゼーションの早かったヨーロッパでは、それまでも、ボアチュレットと、普通合期限だが英国でも呼ばれた小型車市場があったが、排気量区分による自動車税が、欧州各国で導入制定れたため、税負担軽減を目的に、 サイクルカーと呼ばれた、より小型の自動車市場が誕生し、1910年代から1930年代にかけて流星を極めた。2は、四輪は問わず、1912年には、これに最大重量 350kg、最大エンジン排気量 1100cc などの国際規格が制定された。しかし、1920年代からオースチン、ヤシトロエンに代表される、 大量製メーカーが、四輪車でもより低価格で、小型軽量大衆車市場に進出し、その結果サイクルカー市場は駆逐された。第二次世界大戦後、敗戦国を中心として、多くの小メーカーによる、キャビンスクーター、や、バブルカーと呼ばれる、マイクロカーが生まれ、大衆車が普及するまでの橋渡しとして親しまれたが、この中にも多くの三輪車が見られた。ムロ一種の、 代用者で1950年代までにほとんど衰退した。唯一の例外として、イギリスでは免許制度や税制において三輪車に対して優遇措置があったため、主に普通車の運転免許を持たないオートバイのライダーを中心に三輪車の需要が高く、国内メーカーだけでなく、BMW がイセッタのイギリス仕様として、右ハンドルの三輪モデルを投入するなどしていた。 1990年代以降は、車の安全規制などが強化されたことや、日本や韓国メーカーが投入た安価な四輪車が普及したことで市場が縮小し、代表的な存在だったリライアントロビンが2000年代に生産終了するなど需要が消えつつある。車輪配置は、前輪に一つ、後輪に二つのタイヤを持つものがほとんどである。このレイアウトは、 走行機構が極めて単純化されるが、反面、高速走行に適さず、横転しやすい。モーガンサンホイラーなど1910年代から1930年代のサイクルカーや200など第二次世界大戦直後のバブルカーでは、逆に旋回性能を重視して、全二輪、五一輪の設計となっている五一輪式の三輪車は、旋回時に、 遠心力で二輪側の片方が路面から離れるが、一輪側は常に設置しているため、それを駆動輪とすることで、二輪駆動の場合の作動装置による空転を防ぐことができる。急イいイセッタとライセンス生産版やハインケルカビーネとそのライセンス生産版のトロジェン200を参照等は後輪トレッドを極度に狭めた。 三輪車類地の四輪車であるが、三輪バブルカーの仲間として扱う場合もある。日本の三輪自動車市における一つの特徴として、諸外国に見られた二座内市三座以上の乗用車系、三輪自動車がほとんど発達しなかったことが挙げられる。1918年、大正7年頃、大阪で、全二輪、五一輪で前方に荷台を持つ自転車式貨物車、フロントカーに、 アメリカ製のエンジンキットを装備したものが出現したのが最初とみられている。しかし安定性や積載力を欠くため、ほどなく全一輪、後二輪のレイアウトに移行した。その初期には中小零細メーカーを中心に多くのメーカーが製造していた。運転席の設計などは初期のものは自動二輪の応用部分が多く、ハンドルは二輪車と同様の棒型のものであった。 エンジンは当初、アメリカやイギリスのオートバイ用輸入単気筒エンジンが用いられ、シャーシもオートバイとリアカーの接中的なパイプフレームで、チェーンで後見き方はのみを駆動することで、作動装置を省略していた。初期には交代ギアもなかった。しかし、実用上の要請から改良が進み、作動装置、交代ギアの装備や、シャフトドライブの採用、パイプフレームを止めて、 本格的なトラックとしての強度を持つプレスフレーム、チャンネルフレームへの移行、大廃棄量化や日気等化など、1930年代中期には、すでにオートバイとは全く異なる機構を持った貨物車両に進化していた。エンジンも、1928年、昭和3年のジャックエンジン、日本自動車、後の日本内燃機製出現以来、発動機製造、 後のダイハツ工業などが実用に足るエンジンを国産するようになり、輸入エンジンに完全に取って変わった。まもなく有力エンジンメーカーは、大都三輪生産に乗り出し、大手メーカー主導の体制が確立された。中小事業者からの需要の高まりを背景に、販売網も整備され、1930年代後半には、ダイハツ、マツダ、黒金の三大ブランドへの評価が定まっていた。 戦前、小排気量ミワ車の運転免許は試験制ではなく、許可制であったことで、その普及を促された一面がある。戦時中はより大型の車両の生産が優先され、民主が、主の王と三輪の生産はほとんどを途絶えた。1940年代から1950年代の、日本におけるモータリゼーション黎明期には、簡易な輸送手段として、流星を極めた。 多くの業種で使われたが、同程度の大きさの四輪トラックよりも、格段に小回りが効くとから、四輪トラック普及以降も、狭いな市街地や、林道での材木運搬では、しばらくの間重宝された。王と三輪は、こうしてあまりに再現なく、巨大化したため、当時の運輸省は、1955年、昭和30年にたって、やっと、 小型自動車扱いのオート三輪は現存するモデル以上の大きさにしてはならないと歯止めをかけた。オート三輪は元来軽便な貨物車であるという性質もあり、ほぼ全てのオート三輪メーカーは排気量抑制で小型車規格扱いとなような車種設定に徹していた。しかし、自動車交通の高速化に伴い、カーブでは点灯しやすく高速走行に不向きなことや、 居住性の悪さが敬遠されるようになる。さらにはメカニズムが高度になり、内外装のデラックス化が進むにつれ、四輪トラックとの価格差が縮小して、市場での競争力を欠くようになった。これではあえて三輪とする意義が薄くなってしまったので、ある。また1965年、昭和40年の三輪車運転免許の廃止も、王と三輪に対して不利に働いた。この間、 トヨタ自動車の SKB 型トラックトヨエース1954年に代表される廉価な大衆向けの四輪トラックとの競合に伴い、大都三輪業界にも営業力に劣る、純大手、中堅メーカーの撤退、転業や倒産が相次ぐようになる。その中には、より大手の大都三輪メーカーや四輪車メーカーの傘下に入って下請けとなり、やがて吸収された事例もあった。 残存した、大都三輪メーカーの多くは、四輪トラックを生産の主流に切り替えるか、後日の軽三輪トラックの生産に活路を見出し、やがて軽四輪トラック等に転業するかの道をたどった。最後まで、大都、三輪市場に残った大手二社の三輪撤退は、ダイハツが1972年、昭和47年、東洋工業が1974年、昭和49年である、 小型車企画の王と三輪市場が最盛期を迎えていた1950年代前半1949年昭和24年に制定された軽自動車の福音企画拡大に伴い軽自動車企画の王と三輪が市場に出現したもともと、当時の軽自動車枠は二輪内市三輪の小型車を想定したものであり1924年 大正13年に制定された、戦前の無免許小型自動車規格、排気量最大 350cc までとも類似した、この種の簡易な小型車両に適合するカテゴリーであった。これらのオート三輪は一見すると、商品が百貨量覧のように充実しているように見えたものの、軽三輪トラックは、同時期の小型三輪トラックの終焉と同じように、後発の四輪軽トラックにシェアを奪わ、 ブームは極めて短期間で終わってしまった。1960年代に入ると既存の計三輪メーカーのうち上位メーカーは計三輪の技術を生かして四輪モデルを早期に開発市場に投入することで転身と生き残りを図った。技術的あるいは経済的理由からスバルに匹敵する四輪車を生産、販売する余裕のない振興や中小のメーカーは ほとんどが1960年代前半に軽自動車生産から早期撤退内止等1970年代初頭時点で最終的に独立したブランドを持つ自動車メーカーとして生き残れた元オート三輪メーカーは大発、東洋工業、原末田、三菱のみであった。1960年代中期以降には軽三輪トラックのメーカーは小型オート同様に ダイハツと東洋工業のみとなり、東洋工業が1969年、昭和44年、ダイハツが1972年、昭和47年に市場から撤退し、計三輪の歴史に幕を下ろした。2015年にはベンチャー企業の日本エレクトライクが電動のオード三輪で形式認定を取得し、日本で16番目の自動車メーカーとなった。 メーカー側は、トゥクトゥクのような三輪タクシー向けではなく、短距離、ラストワンマイルの貨物輸送を想定している。日本では、1920年代に、少数ながら、三和乗用車が製造された事例はあったが、市場において2名以上の定員を持つ、乗用車として、本格的に設計された自動車の成功例はない。1950年、昭和25年前後に、 代用タクシーとして、オート三輪トラックの車足後部に、複数店員を収容できるキャビンを仮装した例も、あるが一時的な代用車であって、1950年代中期以前に捨てれている。全一輪型の三輪車としては、ほぼ唯一の本格的乗用車だった大発 B、ダイハツ B1951 年は、十分な完成度を極めないまま量産を断念された。これは、 乗用車専用シャーシのリアエンジン車で一般にはオート三輪の範疇に含まれていない。富士自動車からは全二輪型の富士キャビンが少数ではあるが販売された。以降の日本における三輪乗用車は趣味人によるヨーロッパ製三輪乗用車の個人輸入が中心になった。1980年代以降に数と乗り全二輪 後一輪型で 50cc スクーターのドライブトレーンを利用したミニカーが中小麗再企業で生産され、原付免許で乗れる自動車として一時ブームになった。しかし、1985年、昭和60年にミニカーの運転には普通自動車免許が必要になり、軽自動車税も上がった。その後の普及は限定的で普遍的なものとはなっていない。2005年、 平成17年の法改正では、バーハンドル、またがり式座席、ドアと車室のない三和乗用自動車に限っては、普通自動車免許ではなく二輪免許で乗れる、二輪車として扱われる、内イクとして扱われるようになった。2009年、平成21年の法改正により、車体の構造上その運転にかかる、 走行の特性が二輪の自動車の運転にかかる、走行の特性に類似するものとして、内閣総理大臣がで指定した条件に該当する三輪の自動は二輪の自動車とみなすこととなり、ジレラ保コ・ピアチオ MP3 など条件に該当する三輪車を、法改正以前から運転していた場合、特例として、法改正から一年間、普通自動二輪免許または、大型自動二輪免許の 特定二輪限定を取得することができた。法改正後の2014年には、ヤマハ発動機が特定二輪車に該当するヤマハトリシティを小型自動二輪車として発している。小型特殊自動車として三輪の運搬車、三輪のフォークリフトなどが日本各地に普及している。これは通常、公道を走る必要がなくに受け場などの特定区域にて使用されるため、 高速安定性を考慮する必要がなく、小回りが効くメリットを重視しており、一般的な行動上で見かける機会は少ない。農地、市場などのエリアで多く存在している。いわゆるターレは、これに含まれる、インドにおける、ミワ自動車の歴史は三輪タクシー、オートリクシャーの功を参照のこと。インドは2000年代に入っても、年間50万台前後の生産台数を誇る。 ミワ自動車大国である。自国での販売のほか、スリランカやネパール、インドネシアなどにも輸出される。生産メーカーは、バジャージオートとピアッジをインド現地法人がきっしており、両社のシェアは8割前後となっており開発競争も激しい。2007年に TVS モーターが参入したほか、2014年に、 ホンダとの提携が解消されたヒーロー元コープも市場に進出するのではないかと見られており、今後ともインド国内における移動手段として重要視されるものと考えられる。技術革新や生産性の向上により低価格な四輪車が増えたこと、ユーザーの要求の高まりや安全規制の強化などから、ミワ自動車は次第に姿を消していった。 しかし軽量性を生かし運動性を重視したカンパーニャティーレックスや逆に趣味性を追求したモーガンサンホイーラーのリバイバルモデルなど、非実用車としては一定の需要が存在している。都市部で使用されるパーソナルモビリティとしてトヨタイロードのようなコンセプトカーが公開されている。また小口輸送用として、ミツオカ、ライクティさ3のような小型の電気自動車の実地テストも、 行われいる。また、ソーラーカーや、エコランやワールドエコノムーブ等の省エネルギーで、走行を競う車両にもタイヤが少ないため、転がり抵抗や、設置抵抗が少なく、後部の作動歯車を省略できるため、全2輪、51輪の3輪車の採用例が多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。